オープニングテーマみたいな感じで聞いていただければ、はい、よろしいんじゃないでしょうか。さあ、ということでその後に、芸人さんの方がネタ見て企画やってという感じ で、彼女は企画出ないんですよね。出ないです。出ないですよね。わ、はい、かりました。じゃあ歌というだけということになりますので、はい、さあそれではスタンバイできましたらお願いいたします。ランゴちゃんですよね。ランゴちゃん、はい、じゃあランゴちゃんよろしくお願いします。神戸にいる、私神戸出身なんですけども、神戸にいる、家族友達のことを、上京してきた時に思いながら作った曲です。聴いてください。 Dear。 走り出したバスの中で一人肩を振る忘れない板握りしめた二つ折りのエールを何度も読み返し手は言われたって元気だとしか言えなくて不安だって迷いだって上手に隠しちゃって余計に辛くなってバイト帰りか時間を見て温かいミルクティーがしょっぱくってこうなってるんだ。泣いてばっかりいるけどこの街もそんなに悪くない。正しい友達もできたしけどいつだって思い出す素直に泣けて笑える場所時だったあの日の涙の理由も走り出した時は止まらなくて気づけばもう冬を越えて空を仰ぐ今の私も少しは輝くお星様はここにはなくて三千と二十円の請求書が届くだけ。ああなんか何のために私は生きてるんだろう。賞味期限ギリギリの牛乳一気に飲み干した。笑ってないわけじゃないよ楽しくないわけでもない。こんなもんかって思っちゃってるけどまた本当情けないや。そんなことばっか言ってたって何も変わってくれないのわかってる。走り出した電車の窓から見える景色にはもう慣れた。破り捨てた口だらけの今をもう一度
次は浮気された彼氏に対して作った曲です。あっと驚くことを今から言います。ハッとしたあなたの瞳は重さをそっと触れるように髪を撫でて、きっと私のこと YouTube に上がってるので、ぜひ見ていただけたら、ね、見てくれそうな顔してる。
嬉しい、ぜひお願いします。そんな感じで、やっぱしゃべるのも好きやから、別にめっちゃしゃべってるわけだ、時間あるし。最後の曲いきたいと思います。今日本当に最初からこんなにお客さんが来ると思ってなかったです。正直ちょっと舐めてたんで よかったら私の名前と顔と覚えていただけたら嬉しいなと。今日ありがとうございました。最後なんですけど、よかったらね、手拍子とかもしていただけたら嬉しいなと思います。これは倦怠期を迎えた彼氏に対して、もう別れるとかじゃなく言わず、キスしてバイバイしたるでっていう曲です最後本当にありがとうございました。ラコでした。最後聞いてください。あ、 YouTube に PV もこれありますので、キスしてバイバイ。この身が裂けそうなほど切ない気持ちはどうすればいい、どうすればいい、あなたがいるのに今目の前に触れたいけど触れたくはない。この身を渡ってでも前が泣いてたら乗り降り構わず飛んでゆくよ。そう言って笑ってたあなたはいずこへ、海の底まで沈んでしまったの。適当な合図地、テレビに夢中、気づいたらもう寝てるし、長らくご無沙汰、愛してるのさい。あたしだってどっか飛んでっちゃうから、変な顔したって笑ってやんない。甘えられたってギュッとしてやんない。もう会いたくない、もう会いたくない、もう会いたくない。スペアになんかなりたくない。あたしだけ見ててくれなくちゃ嫌だ。もう泣きたくない、もう泣きたくない、もう泣かせないで。また連絡するよってキスしてバイバイ。あ、手拍子してくれてもいいですよ。ありがとうございます。この世が渡ってるぞ、孤独みたいな、そろそろ孤独に苦しめばいい。同じだよ、私だって手作りのクッキーボリボリ食べて、ありがとうの一言もなし、一ミリも見えない、何も感じない。あたしだってそろそろ限界来ちゃう。ああ変な顔したって笑ってやんない。生まれられたってギュッとしてやんない。もう会いたくない、もう会いたくない、もう会いたくない。あの頃になって戻れそうもない。これから何が始まりそうもない。でも言いたくない、もう言いたくない、もう言わせないで。泣きそうな顔でこんな好きなのにって何も知らない。変な
ました。ね、ありがとうございました。はい。なんか告知ありますか？10月23日に、はい、ドライブが、原宿でライブがあるんですけど、はい、ツイッターとか全部見てもらえれば、はい、このぜひお願いします。何で検索すればいいですか？LACO で、LACO、ラコ。ラコ。はい。か、桜子、昨日、桜の木の、はい、に子供の子。はい。検索していただければいいと思いますので、ぜひ皆さんフォローしてあげてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ラコちゃんでございました。ありがとうございます。いや、素晴らしいですね。ねえ、うん、なんかあれですね、川本誠的な、そうですね、感じしましたけどね。伊藤亮。ねえ、あれですね、お笑いライブに来てみんな、そうですね、聞き、なんていうんですか、聞いちゃう感じ。あれですか、皆さん、楽しんでますか？大丈夫ですかね？楽しんでますか？お金払ってもいいですか？僕ら大丈夫ですか？今の段階でちょっと面白くないよって方いらっしゃいます？ね、あ、じゃあ帰っていただいて大丈夫です。すみません、お疲れ様でしたね。はいはい、芸人だからよく分かってますね。いやー、すごいよ、本当に君は。ね、まだね、お笑いライブっていうのは右肩上がりにどんどん進んでいきますので、これからもどんどん盛り上がっていくのが、ね、僕らと皆様の仕事ですから、皆様分かってますね。でしょうか。急に強制力が出てきましたね。笑えみたいな。まあまあね、皆さん笑わそうと思ってね、頑張っておりますので、なんてトップバッターのピロニャンですから、多分今日一番ハマるんじゃないかなと思います、これは。はい、と思ってますんで、じゃあ早速次はネタの方ですね、見ていただきたいと思います。さあ、それでは行ってみましょうか。トップバッターがピロニャンから、トリガー我々トカゲベイビーまで5組続けて、どうぞ。どうもー、みなさんこんにちは、わんこそば。はい、すったもんだ共和国の産物、ピロニャンです。今日はこんなにもたくさんのお客さんがピロニャンのために集まってきてくれてありがとう、ショコラッチョ。はい、どういたします、天狗。ありがとうございます。皆さんの心の中にあるどういたします、天狗がピロニャンの心の中に染み渡ってきました。しみしみ。はい、何かんや言うとりますが、早速、今日はピロニャンのワクワク劇をお見せしたいと思います。ピロニャンワクワク劇。誕生日。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。あ、ピロニャンがお祝いしてくれるの？わー。ハッピーバースデーディアピロニャン。ピロニャン、自分を主役にしちゃいました。で、ピロニャン、自分を主役にしちゃダメじゃないかーい。こら、こら、こらダメだ、こりゃこりゃ、こだいこどどん。はい、こんな感じでやっていきます。続きまして、ピロニャンワクワク駅ファッションチェック。ピロニャンさん、今日のファッションポイントを教えてください。はい、このフリフリのスカートも可愛いし、このトップスも外せないけど、ふむふむ、でもやっぱり一番のファッションポイントはピロニャンの可愛いお顔です。お顔のファッションポイントとかピロニャンどんだけ斬新なんだよ。こらこらこら。ダメだ、こりゃこりゃ、こだいこ。どどん。はい、これがピロニャン品質ですよ。続きまして、ピロニャンワクワク劇ファミレス。あ、すいません、注文お願いします。ハンバーグが一つと、フライドポテトが一つと、ドリンクバーが一つでお願いします。はい、かしこまりました。ご注文繰り返させていただきます。プリン、エクレア、シュークリーム。あ、ピロニャンが食べたいもの言っちゃった。で、ピロニャンが食べたいもの全部甘いものとか、ピロニャンどんだけ糖質が足りてないんだよ。こらこらこら。ダメだ、こりゃこりゃ、こだいこ。
ピシピピシと伝わってきたところで、今日はこの辺でありがとうございます。タオチオサダプリン、お客寄せのビーチサンダルとされた。
もうこう絶対幸せになれない私。ちょっと電話。もしもし。はい。本当ですか。私この間さ、ストレス発散にバッティングセンター行ったの。でそこにあったこのストラックアウトっていうね、こうボールバーンって投げてるやつ、あれ170キロ計測しちゃって、それをたまたまジャイアンツのスカウトが見てさ、契約金10億だって。この体に生まれてよかった。ホリフィールド。どうもホリフィールドです。お願いします。お客さんがたくさんいるねえ。もう今日もいっぱい入っていただいてもうありがたいですよ。今日日曜だよ。そうですよ、皆さんね、もう休みの日にもかかわらずね、もうわざわざ来ていただいてありがとうございます。暇なの？やめとけお前、余計なことを言うな。ねえ、それよりね、まあ、頑張ったら漫才やっていきますけどもね。漫才やる前なんだけどさ、どうした今、なんで叩いた？何が？だから、なんで叩いた？いや、それ俺ツッコミだからね。お前がボケたら俺ツッコむよ。でも、叩く必要はないじゃん。うん、まあでもさ、叩いたら音鳴るし、ね、お客さん見てて分かりやすい。音が鳴らないと分からない人たちなの？こいつバカにしてます。いやいや、してませんよ。してませんからね。だって俺ばっかり叩かれてさ、損じゃん。損。まあでも我慢してやってよ。なんで？いや、お前がボケて俺が突っ込んで、でお客さんが笑ってくれんだったら我慢してやってよ。叩かれるのを見て笑う人たちなの？サディストの集まりですか？やってねえよ。またバカにしてます。してませんよ。してないでしょ。あー、じゃあもうこうしよう。あ、ボケるじゃん、突っ込むじゃん、投げる。投げる。でも投げるんだったら俺損じゃない。もうここの関係はもうプラマイゼロ。まあそれはいいんだけどさ、俺ちょっと投げるってのよく分かってないよ。それやれば分かるから。あ、そうなの？やれば分かる。まあお客さん笑ってくるのはそれでいいけど、ちゃんと笑ってくるから。あ、そうなの？じゃあやってみる。やれば分かる。じゃあとりあえずちょっとやってみますね。そういう感じでやっていくんですけどもね。はいはいはい。綺麗なお客さんが多いですから。あ、まあ女性の方がね、いっぱいいらっしゃいますよ。べっぴんさん。あ、べっぴんさん。べっぴんさん。べっぴんさん。一つ飛ばしてべっぴんさん。いや、一つ飛ばすなよお前。叩いたね。叩いたよ。じゃあこういう感じでね、まだ始まってるから。もうまだ始まってるから。ちょっとどういうこと？ツッコミでしょ。あ、そういうこと。ついてきてもらわないと。何が？僕最近ね、あのフットサルを始めたんですよ。だからね、道具を買ったんですよ。道具、はい。何買ったの？バット。野球じゃねえか。叩いたよ。だけさ、今日こういうコンセプトだと漫才は立ってないんだ俺。漫才中にこんなこと起きるかね。起きるのかな。起きるんだよ。おかしいかな、ちょっとおかしいと思うな。冷静に考えておかしいと思わない？最初に言ったじゃん。どういうこと？じゃあボケるじゃん、突っ込むじゃん、投げるじゃん、プラマイゼロ。おかしいな、やっぱりな。おかしいと思わない？どういうことよ。でもちょっと待って待って。なんでなんで。これ危ないから一回どける。いや、おかしいだろ。なんでスタンドマイクをどけちゃうの？漫才中だぞお前。今叩いてるね。今叩きましたよね。え、皆さん見ましたよね。こいつ今叩きましたよね。皆さんの勝利です。いやいや、あの注意したんだよね。注意？そう、あのマスタードマイクをどける行為っていうのはちょっと話してほしいんだけど、おかしいかなと思うわけよ。今のは注意だった。だから漫才中だからね。ね、漫才中だし、やっぱボケるツッコミってるは間違ってるよってことを教えてあげた感じ。今教えてもらったみたいです。だからノーカウントと思ってもらった方がいいかな。まあまあまあ、それはわかるんだけどさ、ただ叩いた？叩いたよ。ダメ！
ージが違いすぎるな違いすぎるねびっくりしちゃったよ俺の叩くに対する投げるが行き過ぎちゃってるよ行っちゃってるなお前ちょっと全然イーブンじゃないよイーブンちょうどいいやつねえのかちょうどいいやつちょうどいいやつあありますあんの、うん、言ってみろボケるじゃん、うん、突っ込むじゃん、うん、締めるあ違う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 全然違うな痛いでしょ絶対でも痛くはない絶対痛いじゃんただスッてなあ気失ってる気失ってる俺気失ってるよ俺気失ってるから痛くないやつ気失わないやつ、うん、それと頼みますよあるからあんのとりあえずやりましょう頼むよ本当にありますから、ねうん、お願いしますよ本当にでね僕はねあのねフットサルを始めた理由、うん、これ憧れの選手がいたんですあんまりね憧れの選手わからないですけども誰に憧れたの松井秀喜うん急じゃねえか叩いたね痛くないやつだよ痛くない気失わないやつ大丈夫うんあのえちょっと待ってちょっと下ろして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 よそういう感じで待てよ進めんじゃねえよ進めんじゃねえよ待てよ待ておかしいだろボケたよな突っ込んだよな何したアルゼンチンバックブリーカーもういいよどうまでした他のスタッフに怪しまれちゃってこないだとうとうはいほーもほーもほーもバレちゃったもっこりもこみち早見もこみちあのねアンジェラの初恋の人もこみちだようんっていうかみんなポカーンとしないで今からお寿司の出前取るそんな風に言うとありますけれどもアンジェラねこないだゲイの SNS っていうのに登録をしてみたよそしたらさ、すごいいっぱいメッセージが来たのでも、アンジェラ、あんまり嬉しくなかったなんでかって来るメッセージ、来るメッセージおっさんばっかりタイプじゃないお兄さん、具合悪いの見てあげよっか、アンジェラいや、そうな顔しないでうん、言うとりますけれども、アンジェラさ、基本的にゴリゴリのマッチョは苦手で、細マッチョが好きなの。女の子と感覚似てるでしょ？でもね、その苦手を克服するために、こないだマッチョのマサトに言い寄られるっていうシミュレーションをしてみたよ。早速やってみるね。アンジェラ劇場、大してタイプではないマサトに言い寄られたら、ダメ、絶対にダメだから。あなたの矢沢心にはなれませんだから矢沢心にはなれないって言ってんじゃんちょっと酔ってるのやめてブチュアンジェラでマサトのキスにノックアウトされちゃった初めてのキスねえねえみんなアンジェラさお母さんの持ってたマニキュアって冷凍してみたよどう似合ってるラベンダーの香りがするの嗅いでみるいや、そんなことはしないで前の方に座るから絡まれるんだよまばっちり食らっちゃったねやめてほしい止めてほしいアンジェラのお客さんいじりあのさ、昨日シュミレーションしたのと何か違うよ最後にさ、世の中の男の人がみんなガチムチゲイ、ガチムチゲイ、ガチムチゲイだったらどうしようどうするアンジェラここに受け取りのサインだけちょうだいちょうだいやっぱり昨日シミュレーションしたのと違うどうもありがとうございました
トカゲベイベー。はい、どうもー。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。トカゲベイベーです。トカトカ、ありがとうございます。あれ、反応が終わってないですね。知らないですよね。はい、遅れてますね。せっかくなので皆さんに、ちょっと教えてあげましょうか。一体感大事ですね。皆さん、あのピースしていただいてよろしいですか。はい、皆さんピースしてますね。はい、そう。で、親指を持っていただいて、ね、ちょっと曲げてもらうと、トカゲの手みたいな、すいません、はい、トカゲの手みたいになるんですよね。はい、じゃ、僕らがトカゲベイベーですと言いますので、うん、はいはい、その後皆さんで、はい、ポカポカと言ってもらってもよろしいですか。ポカってことですね。いいですか。恥ずかしくないですよ。頑張りましょう。はい、行きますよ、皆さん。どうも、トカゲベイベーです。ポカポカ、ありがとうございます。素晴らしい。いやー、ありがとうございます。頑張っていきましょうね。軽口ご紹介からね。本当ですよ。私が正木と言いますので、はい、覚えてくださいね。よろしくお願いします。僕はショッピーと申します。ショッピーでございます。お願いいたします。皆さん、ハッピーですか？うん、僕、ショッピーです。ありがとうございますよね。ね、いつものやつでございます。そうですね。今年はこれで行こうと決めてるので。ね、今年はあと2ヶ月ぐらいしかないですけどもね。はい、いやいやいや。なんかあれですね、今日はちょっと、はい、あの色物がちょっと多いので、ね。そうですね。非常に漫才やりにくい感じでございますけどもね。はい、まあ、頑張って。頑張りましょうよね。ね、はい、ちょっと言いたいことが僕あるんで、ね、ほら、明日から始まるドラマで、そうなんですよ、ね、ご存じない方いらっしゃると思うんで、はい、ちょっと伝えさん、明日からですね、はい、月曜日の8時ですか。あ、そう、まあ、明日から明日は19時ですね。そうですね、19時、はい、明日2時間スペシャルなんですけども、うん、8時からですね、福島での、はい、TBS の、はい、さくら事件を聞く女という仲間由紀恵さん、うん、佐藤隆太さん主演のドラマに我々出ておりますので、そうです、ぜひぜひ見てくださいね。お願いします。あの、はい、長田プリンも出てます、はい、僕らは仲間由紀恵さんと同じ、はい、所轄の刑事フロアにスーツで入ってますので、はい、あの一応レギュラーなので、はい、全部セリフの部分はちょっといろいろありますけども、まあ言えないですよね。そうなんですよ、はい、出てます。明日は2時間スペシャルで、ね、はい、19時からやりますんで、わざわざこのネタの場を借りて、そうです、言い忘れてた。さっき言い忘れたんですよ。大事な情報なんだよ、ね、TBS ですから。そうです、言っておかないから、ニュースストリームも言っておかないね、はい、明日は19時からね。はい、そうでございます。あと千葉テレビのもね、レギュラー出てますんで、まあいろいろちょっと調べてはい、ひらがなとか言え方かな、ベイベー、トカゲベイベー、はい、ね、お願いしますね、はい。まあそのちょっとね、ドラマ出るってこともありましたんでね、はい、久々に刑事ドラマを見たんですけど、はい、僕もね、いいご身分だね、君。どういうことでしょうか。なかなか普通の人刑事ドラマ見れないでしょ、お前。いや、見れるね、見れるから皆さんにも告知したんですけど、そうですか。お前のコンサートの、お前犯人が逮捕されるの見てさ、うん、楽しんでるの。そんな嫌なやつじゃないと思うんですよ。お前人を不幸をおかずにして飯がうまいのか。落ち着いてもらっていいですか。どうしましょう落ち着いてそんなことしないですか。いや、逮捕するとこがかっこいいな。まあ、確かにそういうとこね。だから今日はちょっとお前と一緒にですね、張り込みする刑事。いや、お前もう十分張り込みする刑事だよ、うん、多いよ、どうも。いや、ちょっと張り込みする刑事のちょっと意味の全くわからないですよ。ボケかなと思って。いやいや、僕お笑い芸人ですから。いや、お前もう十分お笑い芸人だよ、うん、多いよ、どうも。いや、なんでこんなそこするのか。十分お笑い芸人だけど、こっちかなと思って。いやいやいや、今日ちょっとやりたいので、はいはい、せっかく刑事ドラマ出るわけですから、はいはいはい、ね、あのお前と一緒に張り込みする刑事をやる。まあ、俺はまあ年上だし、うん、先輩刑事、はいはい、お前後輩刑事、一緒に張り込む、ね、お願いします。いや、やつの受けなかなか動かねえな。花の刑事やねんな、花の刑事。まあ、リーチやる。花の刑事の刑事やねん。あ、そう、違う、そっちの刑事やねん。デカの方の刑事、チビじゃなくて、チビとかデカとかじゃない、刑事って書いてデカって。あ、そう、そっちの刑事、ちゃんとやってる、多分。なかなかやつの受けがねえな。そうっすね、僕の家ですからね。何やってんだよ、二人で。お前ちになってどうすんの、バカか。だってお前、雨が降った時に洗濯物取り込まなかったらママに怒られるでしょうが。晴れてんじゃん、今日は。怖い。お前んちの事情は知らないよ、それ。お前んちは取り込めよ。普通にやってくれよ。いや、なかなかやつの動きねえな。そうっすね。ちょっと喉大かな。怖い、怖い。お前いつも悪かった。あ、終わるか。そう、動きがねえな。先輩、まあ、悪いな。いや、なかなかなかったんすよ。これダメやっぱな。オリーブオイル。何飲ましてんの、死んじまうだろ。なんでオリーブオイル一気に飲むの、バカか、もう死んじまうだろ、お前。もこみちか、お前。もこみち辛そうだけど。もこみち辛そうだけど。食うには変わんねえだろ、普通にやってくれよ、お前。そう、なかなかやつの受けねえな。先輩、どうした部屋に明かりが。何風邪。どうだ52階の右から2番目。でかすぎるよ。52階張り込めねえだろ、お前。いや、お前結構でかいし。でかいけど、そんなでかくない。進撃の巨人か、お前。ね、ない、進撃の巨人。わかるじゃん、でかいじゃん、あいつらは。面白い。面白いけど、いいよな、後で言ってくれれば。伝わるんだろ、大体アパートの2階って決まってる。アパートの2階でいいよ。そう、なかなかやつ大きいねな。先輩、どうした部屋に明かりが。何、どうだ2階の角部屋です。あそこか、確かに人影動いてるな。
めっちゃ火吹いてますよ。人影の話か。人影じゃん、お前言ってる。人影ね、インプネーションなし。見たことある人影とか、そもそも都内にいないでしょ。あるた、ありたい。お前の希望だよね。世界でも稀だよ。そうか、うん、人影ね、人影ちゃんとやってね。くそ、なかなかやつ起きやねえな。そりゃそうですよ。なんでだよ。ビリビリビリ、だって僕が犯人ですよ。お前刑事全くやる気ないでしょ。先輩もうやんねえよ。そうなんだ。ありがとうございました。さあ、ということで1本目の歌ね、終わりましたのでね、はい、さあ、じゃあお客さんの方に、1枚目の方に採点お願いいたします。1点から5点で、はい、書き終わります。後ろからスタッフが回収しますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、その辺